面接9割受かる回答例。面接でこの回答をすれば高確率で合格できます。知らないと面接官の心をつかむことはできません。1、特技。素直に自分が得意なことを伝えましょう。バスケが得意なら誰よりも早く体育館に出て練習してますと理由も伝えましょう。2、自己 PR。 最初に私は〇〇が得意ですと一番自信がある部分を述べます。次になぜ自信があるのかを簡単な物語を使って説明しましょう。私は野球が得意です、最後の大会ではみたいな感じです。3、短所。必ず改善策を入れましょう。飽き性が短所であれば高校では長く続けられる趣味を見つけたいですと改善するためにすべきことを言いましょう。